新婚深入り中野マンニュースにゃーというわけで、次回は12月の15日年末の猫のもんニュース、いよいよ今年最後の猫のもんニュースです。年末は何が起こるのでしょうか、こうご期待です。それでは猫のもんニュースよろしくお願いします。にゃー